みなさん、こんにちは。ティンダーミャクティンタです。おすすめの絵画ミュージアムを紹介します。羅越町、貝の館、これ貝が見れるんです。珍しいもの、古代のものが見れるんです。はい、あとは、マズル町立の遠藤貝殻美術館、遠藤さんですよね。確か、神奈川県にあります。これ、マズル町に。はい。大島町、貝の博物館、これ、東京都、大島町、伊豆大島ですよね。はい。パレラメール。はい。 海の宮殿ですね。三重県鳥羽市といえば、日本の水族館といえば、やっぱり鳥羽水族館、鳥羽水族館で海岸が見えるんです。はい。陸前高田市の海と海のゆうちゃんもありますよね。はい。えー、西宮市貝類館、これ、兵庫ですね。はい。高知県にある、えー、土佐清水市立海岸展示館、海のギャラリー。沖縄県の、えー、と、今木村の、えー、オーシャンタワーも、ここ、おすすめです。 海外のショップ、雑貨、いろいろ売ってますから、ぜひ買い物にもお求めください。いろんな海外香水も、はい、売ってます、はい。ぜひ来てください。以上です。バイバイ。